まあファイトクラブからしたらパイレーツが下の方がいいか。そうですね、フェニックスからしたらもうどっちも下じゃなくとないと困るので、ターゲットは多い方がいいからドリブンズが下の方がいいのかな。いや、パイレーツが下の方がいいんじゃないですか。で、あとはもうターゲットはじゃライデンに絞る。ええ、そうそうそう、もうパイレーツがかわす条件で、あ、かわす前提でライデンとの勝負に持ち込む、ええ、なるほど、ええ、なるほど。いや、残り6戦4戦となるとね、そういう時期ですもん。あ、なんだ、え、何今、えドラですね、ドイツ落とし、タンヤを、タンヤを仕掛けられるように。裕福すぎる、格差社会ですから。本当ですね、このだってフェニックスとファイトクラブにとっては喉から手が出るほど欲しいドラ。そうだ、これを、これ見よがしに、今度はもう自分の頭の脇を押さえていてもグリグリと、頭痛いぜと。いやー、これどうまとめるんだろう。いやー、本当ですね、まとまりきらないかもしれない。近藤はどうです、もうこれ3着ですよね。あ、3着だ、晴れ間積もっても2着だもんな、もう3着だ。そうか、前原は、あ、違うか、ハネマン積もるとダメですね、足りませんね、はい、前原は180だからハネマン積もれば2着にはなる。なかなかそういう手が入らないんですよね、ここまで来ると格差社会ですね、まさに、はい、これじゃあもう一個さ、もう一個ドラの9ピン園田に行くんじゃないですか、格差が本当にすごいなら。そうね、あ、いらないところにどんどん集まるかもしれない。あ、でも前原ハネマン狙ってる、狙ってますかね、これですね、はい、ちゃんた3色あたりで。いや、意外に伸びないな、タンヤオがですね。ん、まだ遠いか、もう本ありますか、妥協しないとね、はいはい、いや、3着と4着の差大きいですからね、はい、おお、明るい未来がやってきましたよ。2000は2300は足らない、仕掛けはちょっとまだダメですね。あ、3色つけば別ですが、まあ、バスを打っといて、はい、日頃に変わっていく可能性もあるんでね。うん、目の前に見えそうな6、7、8よりも下げた方が良さそうですかね。チーピンか、チーピンいい町だね、一枚場に出てる。じゃあ嘘か、両ピンか数ピン頭になればいいんだもんね。そうですね、あ、でも、ま、悩んでますね、日頃もあるかと。どっちも見ることはできます。両ピンだとちょっと狭いですもんね、うん、そうそうそう、まあ、あの3ピンウーピン引いたっていいわけですもんね、これ、はいはい、今度は3ピンウーピン引いたら単ピン赤1で3900で前原闇点でも逆転できるんですけど、現在チームは8位で素点も回復したいとは思うんですが、リーチあるんですか、うん、するでしょ、何か曲がり間違って倍満積もってことありますもんね、おいいシャンテンまで来た。小林もペンチイソーカンパーピン先制するね。うん、なるほど。そうなるとこう近藤が2着に上がれる。あ、直撃、直撃で。あ、来ましたね、これ2枚目の初、前原はここで妥協点。あ、そうね、ペンチャンペンチャンながらいいシャンテンです。リャンカンとペンチャン、もう壊してる時間はない、この形で勝負だ。いいペーコーがある、これで裏裏で倍満とかギリギリある、乗りやすいもんね、いいペーコー系は。はい、赤ウピンあるのか、赤ウピンあるぞ、赤ウピン引いてチーマンで上がって裏ドラ次第ではみたいな。
フェニックス、その左手で奇跡起こせるか今度。これ3万食わせたら大したもんですけどね。ああなるほど、うん、ロンの可能性は何点までダメ、1000は1300で同点。あそうかダメなんだ。打っちゃうと同点トップですね。はい、あーかーペンちゃんイースピンかー、ピンズ安い。じゃあパーソ9層かな。違うのか。違うんだ。来たんじゃない。メンタンピン一発積もイーペーコ赤裏位置で OK ですよ。あと一発なくてもチーマンで積もって裏OK。 これチーム8位だけにリーチある。このまま上がっても前原は逆転できる。いやリーチのはず、近藤はリーチのはず。チーマン2山数万2山、いやそう4山なんだ。4山一発積もればまずハネマンスタート、裏ドラ次第では奇跡の2着。倍満積もったらトップだ。倍満あるじゃない。ありますよこれ。倍満積もったらトップ。いやこれリーチでしょ。誠一さんに任せたんだよ。あなたで負けたらしょうがないって言ってるんだ。リーチでいいじゃないか。チーマン一発で積もったら裏位置でトップですよこれ。あ一発だね、はい、で一発じゃなくても裏裏でトップ。ハネマン積もは、3着まで。なんとか一発で積もりたいね。数万1枚減った。でも欲しいのはチーマン。いけるか近藤。いった。嘘だよこの男。裏位置でいい。裏位置でバイマン。裏位置バイマン。どうなんだ。あんだ信じらんないだろこんだろ。なんだよこれ。ありえんのかよこんなことが。素晴らしい。トップですよ。トップだ。トップですよ。リーチ一発もタンヤオピンフイーペーコ赤裏。見事。いや近藤もう感極まってますよ。これは素晴らしいよ。こんな奇跡が。あなたに任せて負けならいい、そう言いましたチームメイトは。